カマキリの顔の部分を作ります。まず画用紙をパンチで丸く抜きます。糊を用紙の先につけると作業がしやすいです。それを取って顔の端っこのところに、三角の顔の端っこのところですね、ここにつけます。触覚ですね。触覚はできるだけ細く画用紙を切って これをつけます。で、ここに目玉を描きます。点があるんですね。本当の目玉はこれ全体ですが、カマキリの場合は小さい黒いところがあります。はい、こんな感じでカマキリの顔の出来上がりですね。